どうも、高良元就です。この動画ではオークスのデータ分析を行っていきたいと思っております。もう今年はリバティアイランド一強みたいなね、そんなムードであるんですけれど、まずはデータの方から紐解いていきたいと、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずは人気馬の成績ですね。一番人気馬の成績なんですけれども、こちらの方が5212馬券内率 80%。近2年がね、ちょっと馬券圏外が続いてはしまっているんですけれども、それ以前は、ずっと来ていたように、一番人気馬の信頼度は非常に高いです。で、人気馬の信頼度が高い一方で、4番人気以下、こちらのゾーンの勝利がたったの1回しかありませんでした。こちらが2013年の名称マンボによるものなんですけれども、基本的にはね、勝ち馬のゾーンは人気馬で決まる傾向が出ておりました。で、あと、7番人気以下のそういったかなりのね、人気薄なんですけれども、6回の、馬券圏内があったんですが、その6回中4回が2桁人気馬による激走でした。それこそ、ハギノピリナなんかもね、かなりの人気薄だったんですけれども、そういったね、結構波乱に振り切るんだったらね、ヒモ穴というゾーンではなるとは思うんですけれども、結構2桁人気とか、そちらの方に目を向けてみても良いのかもしれません。はい、続いてはローテーションですね。こちらなんですけれども、前走で言うとね、桜花賞組とフローラステークス、そして忘れなぐさ賞ということでね、基本的にはこの3つに、勝ち馬の方は限定をされておりました。中でも注目すべきが桜花賞3着内馬、こちらなんですけれども、桜花賞の3着内馬のね、馬券内率がそれぞれの、区分において 40% を超えておりました。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、やっぱ前走クラシックを使ってきて、そこで構想してきた、まあ、そこに関してはね、今回のローテーションで評価を上げて良いのかもしれません。こちら該当馬なんですけれども、まあ、言わずと知れたという感じですけれども、勝った馬がリバティアイランド、2着コナコースト、3着ベリファニア、こういった順位になっておりました。まあ、今回のローテーション、そちらの項目においてはね、評価が上がる、そんな3頭だと考えております。はい、続いては決闘に目を向けています。こちらなんですけれども、まあ、オークスに限らずなんですけれども、東京の芝、そういった重賞においてはね、サンデーサイレンス系がもう中心という、そんな感じとなっておりました。で、6勝がサンデー系なんですけれども、他で言うとね、2勝が金亀系というか、そんな感じでついております。で、さらに注目したいのが、その金亀系なんですけれども、金亀系の中の母の父。母の父金亀系というのがね、まあ、数字で言うと、2、1、2、1、7ということで、馬券内率がね、まあ、30% 強というか、そんなような数字となっておりました。まあ、例えば、この中には6番人気2着の、モズカッチャンとかもね、おりましたので、ハーチキングカメカメハ系、ハーチキングカメにおいてはね、注意を払いたいとそう考えております。で、こちらの該当馬なんですけれども、母の血が金カメで言いますと、例えば、コナコーストですとか、新緑化、このあたりが該当をいたしました。近年結構ね、その金カメ系の、勢力が母の血で、発揮されるケースも目立っておりますので、この2頭には注意を払いたいそう考えております。はい、続いては所属別の成績です。こちらなんですけれども、勝利数と好走率、いずれの部門でもね、まあ互角というかね、そんな感じで良いと考えております。ただ、近年に関して言いますと、それこそ昨年がスターズ・オン・アースですとか、それ以前のね、アーモンド・アイとかソウル・スターリングとか、そういった関東馬の躍進が目立っておりますので、関東馬の方がね、近年においては優勢と言える、そんな傾向が出ておりました。はい、続いてはジョッキーに目を向けてみます。こちらなんですけれども、まあ東京の芝の G1、まあこれはね、もうルメールジョッキーのニアというかね、そんな感じと言えるのかなというふうに思っております。まあ、ルメールジョッキーが過去3勝を挙げておりまして、スターズ・オン・ワースト、ソウル・スターリング、そしてアーモンダイ、こういった馬での勝利がありました。まあ、それ以外にもデムルジョッキーもね、2勝を挙げておりまして、戸崎啓太ジョッキーも3度の2着がありましたので、こういったジョッキーにはね、人の部分で注意を払いたいそう考えております。で、こちらの該当馬なんですけれども、ルメールジョッキーが現段階だと、ハーパーという馬に騎乗予定でして、デムールジョッキーがエミュー、で、戸崎啓太ジョッキーがミッキーゴージャス、こんなところにね、現在の騎乗予定となっております。いわゆる人という部分なんですけれども、こちらで評価を上げたいそう考えております。はい、続いては馬主の方に目を向けてみます。こちらなんですけれども、まあ G1 のね、特に東京の G1 だと傾向が顕著なんですけれども、いわゆるクラウバー。特に社大ノーザン系クラウバーの活躍が目立つというそんな結果となりました。特に、結構やばい数字を残しているのがキャロットファームでして、こちらの方がですね、まあ、1、2、3、9ということで、過去に6回の、馬券圏内がありました。まあ、結構クラブ馬の中でもね、いろいろ細分化はされているんですけれども、この牝馬の G1 におきましては、キャロットが結構、いい馬いるなという、そんなところもありましたので、そういったところにおいてね、クラブ馬で注意を払いたいそう考えております。で、こちら該当馬なんですけれども、桜花賞3着から臨むペリファーニア、そして、まあ、桜花賞からのね、巻き返しを期するラベルという馬が該当をいたしました。このキャロットファーム、非常にね、このレースと相性が良くて、前走惨敗からの、巻き返しもありましたので、警戒を払いたい、そんな2頭だと思っております。はい、続いては枠順の成績です。こちらなんですけれども、7枠と8枠、7枠から8枠の方がね、3勝を挙げておりまして、連帯が結構7回あったんですけれども、その7頭という5頭が、
3番人気以内ということで、外枠に関して言うとね、やっぱある程度の自力がないと厳しい枠だなというそんな印象を伺いておりました。まあ、その反面、内枠に関してはね、それなりに構想もあるんですけれども、その中にはね、結構人気のないような、そんな馬もおりましたので、穴目を見てね、そんな部分を見出すのであれば、内枠の方が良いのかもしれません。はい、続いては客室別の成績です。こちらなんですけれども、非常に分かりやすいという、そんな傾向が出ておりまして、まあ、中段から後方、まあ、道中後ろに構えてね、直線で素足を伸ばすという、そんなスタイルを取った馬が9勝をマークしておりました。中でもアガリサワハロン最速をマークした馬というのが7312ということで非常に高い、そんな馬券内率を誇っておりまして、まあ牝馬にとってね、この過酷と言えるようなそんな東京 2400m だとやっぱ後方で足を溜めて直線末足でね、こう突き抜けるようなそんなスタイルが合っているのかなというそんな印象です。今回の出走予定馬の中で前走がアガリサワハロン最速、こちらマークした馬で言いますと、まあ、抽選対象ではあるんですが、例えばイングランドアイズですとか、まあ、ミッキーゴージャス、そして、まあ、桜花賞を勝ったリバティアイランドとかね、そんなあたりが該当をいたしました。まあ、非常に素足型にとってね、相性のいいような一戦でもありますので、こういった客室の部分、こちらにおいては前走切れる足を使った馬、こちらに注意すべきだと考えております。最後にお伝えするのがですね、今回出走する馬の中で好走率が高い、そして好走率が低い、その2つのデータです。まずは好走率が高いデータの1個目、こちらなんですけれども、該当するのが絶対女王リバティアイランド、こちらに該当するんですが、桜花賞をアガリサワハロン最速で勝った馬、こちらの方が2100連対率 100% を誇っておりました。この該当馬の3頭なんですけれども、まあ、見るも豪華という感じではあるんですけれども、3冠を達成したアーモンドアイ、そして同じく三冠馬のデアリングタクト、さらにはですね、まあ、このレースで負けてはしまったんですけれども、後に小馬重賞も勝っていたハープスター、こちらも該当をいたしました。まあ、桜花賞って結構このレースとつながるような傾向をね、先ほどローテーションのところで申し上げたんですけれども、中でもアガリサワハロン最速という突き抜け方をした馬、こちらもね、やっぱ東京のオークスで進化を発揮されているという感じですので、まあ、先ほど申し上げました客室のところでもね、かなりアドバンテージを得ている、そういったところがこんなデータを生んだのかなというふうに考えております。で、該当馬のリバティアイランド、こちらについて補足をさせてください。まあ、補足するまでもないのかなという、そんな印象も正直あるはあるんですけれども、まあ、この馬に関してはね、もしかしたら今回、ちょっと距離がどうなのかなという、そんな疑われ方をしているのかなという、そんなところもあったんですね。まあ、ただ、先ほど申し上げましたアーモンドアイですとかデアリングタクト、こちらの方もね、デビューからずっと 1600m 以下を使ってきて、今回果たして距離どうだろうという、そんなところがあったんですけれども、レースでは全く問題がなかった。そう考えたときに、やっぱそもそも牝馬っていうのがね、3歳の春までに、一番この目標とする舞台でいうと、やっぱ桜花賞ということになっておりますので、そこに向けた、ローテーションで言うとね、当然 1600m とかね、2000m 使う意味があんまないですよね。そういったところだと、僕は考えております。で、結果的に先日2頭とか2冠に達成したようなこともありましたので、やっぱそもそもじゃあリバティアイランドにとってね、1600って短かったのかなという、そんな疑問すら僕は考えてしまいます。1600ベストというよりはね、1600は能力で押し切ってしまったという、そんな可能性もなきにしもあらずというね、そんなところも考えておりますので、やっぱ今回おそらくね、単勝1倍台というそんなオッズは想定されているんですけれども、まあ、今回のデータであったりですとか、これまで積み重ねた実績、そこを踏まえますとね、やっぱなかなか低評価にはしづらいのかなというそんな一頭です。で、あともう一個の高走率が高いというデータなんですけれども、こちらの方がですね、まあ現段階で出走を確定しているという、そんな馬に絞るんですけれども、新緑化とラベル、この2頭に該当するんですが、東京芝をアガリサワハロン最速で勝っていた馬、こちらに該当した馬というのが10年中8年で馬券圏内に入っておりました。この中にはですね、昨年のこのレースを勝ちましたスターズオンアースですとか、フローラステークスをアガリサワハロン最速で勝っていたモズカッチャン、さらに新馬戦ですかね、そちらの方でアガリサワハロン最速で東京を勝っていたビッシュという馬がいたわけなんですけれども、そちらも好走を果たしておりました。それらの馬ってそんなに人気があったわけでもないというか、まあ去年のね、スターズオンアースも3番人気にとどまっていたんですけれども、それでもこのデータに当てはまったことで好走を果たした。やっぱこの東京という舞台でね、先ほども申し上げたんですけれども、客室のところで切れる足を使えたこと、これがこのデータの証明というふうになっておりました。で、該当馬の2頭について補足をさせてください。まずは新緑化なんですけれども、こちらの方がですね、前走ちょっと桜花賞出れないかなとそんな風に思っていたんですけれども、まあ、結果的にはギリギリ出走が叶うという運びになりました。
でその一戦だったんですけれども、当時のね桜花賞の馬場というの阪神の芝というのは結構前残りというか、そういった傾向にありまして、まあ、リバティアイランドを除く上位馬が、内枠だったりですとか道中先行していた、その中にあってね後方から進んだこの馬アグリサンハロン上位の足をマークしていた。やっぱね、まあ、当時は馬場とかそういった部分が向かなかった印象が伺いました。ただ、今回に関しては東京の芝ということで、アガリサンハロン最速で新馬戦を勝った舞台でもあります。まあ、そもそもね、G12 着という部分で実績が、ね、あるような馬でもありますので、この舞台がありるの一点、こちらは警戒すべきだと思っております。あともう一頭のラベル、こちらなんですけれども、まあ、この世代で唯一、リバティアイランドに先着をしているという、そんな一頭ですね。まあ、そちらの舞台が昨年のアルテミスステークス、その一戦だったわけなんですけれども、ちょっと確かにリバティアイランドちょっと窮屈なところがあったにせよ、この馬自身がね、お外一気でズドンと上がりさんからの最速で突き抜けた、まあ、この足に関してはね全く能力を疑う余地がないと僕は考えております。で金2走に関してはちょっとね桜花賞かわいそうな感じになってしまいまして、まあ、外枠という部分もあったんですけれども、先ほど申し上げました、ちょっと厳しい馬場コンディションに加えまして、ちょっとね直線でなんだろう、こう立ち上がるような一瞬そんなシーンもありましたので、まあ不完全燃焼というかね、そんな競馬だったと考えております。まあとはいえ先ほど申し上げましたように、やっぱこの舞台でリバティアイランドに先着を果たしている、そこの部分考えますとね、おそらく今回相当人気がないという状況ではあるんですけれども、一辺の可能性は警戒すべき、そう考えております。で最後にお伝えするのが、今回出走する馬の中で好走率が低いという、そちらの方のデータなんですけれども、こちらなんとですね、おそらく人気が予想されるであろう2頭に該当します。前走が桜花賞で4角4番手以内、こちらに該当した馬というのが00113、1頭も連帯がありませんでした。この該当馬なんですけれども、例えば桜花賞を勝っているソダシですとか、同じように桜花賞を勝っていたレッツゴードンキー、レーヌミノルとかもね、そういった馬もいたわけなんですけれども、そういった馬が全て馬券圏外になってしまいました。まあこれよくよく考えればという話ではあるんですけれども、まあ、これ客室で言うと何度も言っているんですけれども、差し馬が有利のオークス、そして桜花賞というのはね、やっぱその時点でのスピード能力が問われるという、その条件にありまして、高いスピード能力、前走マイルの G1 で4角4番手以内のキープできたスピード、それがかえってねこの舞台にあだになってしまったという、そんな感じですかね。まあ先ほど申し上げましたソダシですとか、レッツゴートンキはね、後にマイラーとかスプリンターとか、そういったところで活躍しておりましたので、やっぱ牝馬においてこの2400というのはかなりきついです。それを前走スピードという部分で証明してしまったという、そんな部分考えた時にね、多少資格が伺えた、そんなデータとなっております。で該当馬の2頭、こちらについても補足をさせてください。まずはコナコーストなんですけれども、金2走ずっとね、勝ちきれない ところはあるんですけれども、チューリップ賞2着、そして桜花賞2着ということで、世代トップクラスの実力を発揮している、そんな1頭となっております。ただですね、ちょっと心配な部分があるとすれば、デビュー戦の、この馬の馬体重が472キロだったわけなんですけれども、前走がですね454まで減っていたという、もう金3走ずっと馬体重が減り続けているという状況にありまして、今回が関東系の輸送競馬ということでね、さらに馬体重が減るリスクが考えられるというところがね、ちょっと心配の種という、そんな感じですかね。で、もう一頭のペリファーニアなんですけれども、こちらの方ではですね、ちょっと前走が、ちょっと引っかかるようなそんな仕草を見せておりまして、まあ、このままずっとマイルを使われてきているわけなんですけれども、その中でも結構マクル競馬とか、そういったことも経験しているので、なんですかね、やっぱこう溜めてこうしまいの足を伸ばすような、そんな競馬はなかなか、特に金2走に関してはできていないというところが少し気がかりな部分ではあります。まあ確かにこの2頭の実力というのはね、相当高いと僕は考えているんですけれども、このオークスというね、いわゆる東京 2400m 特殊舞台、この条件においてはね、ちょっとデータでマイナス材料となってしまった、そんな次第でございます。はい、以上でオークスのデータ分析は終了となります。今年の一戦なんですけれども、やっぱこの東京 2400m というね、牝馬にとってかなりタフな舞台という、そんなところもありますのでね、結構差しを行く馬とか、そういったところにフォーカスされたようなデータ分析となりました。行動が何か参考になったら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。